おはようございます。さくらでございます。本日は2021年の3月29日月曜日、昨日のアメゴスの2回戦になりました。名古屋ポカポカ陽気でございます。私今日はね、毛糸帽子もね、マフラーもね、持参しておりません。1枚でね、解説いたします。はい、まだね、本日現在名古屋でございます。本日はね、お花見でございます。バスにね、乗車します。地下鉄でもね、いいんですけどね、バス停が近くにあります。乗り場のね、足元がね、濡れておりますが気をつけますね。あちらにバスってありました。あのバス金山行きでございます。こちら名古屋でございます。何か所かね、バスあるんですね。それがね、最も近いバス停でございます。もう一箇所ね、ありますけどね、とりあえずね、近くからありますね。今ね、9時8分でございますね。薬間通りバス停です。市バスでございます。名古屋市営バスでございます。前払いでございます。本日はね、1日券を購入いたしますね。薬間通りでございます。本数少ないですね。9時13分他にね、乗り場あるんですがね、でもね、直線で乗り換えなしでね、向かいます。市バスでございます。神戸の市バスではございません。名古屋の市営バスでございます。お行儀いいです。神戸の市バス行儀悪いです。うんざりでございます。まだ本日名古屋でございます。本日も名古屋止まりになります。あちらの方にもね、バス停ありますけどね、八雲通りでございます。宗教銀行です。神戸の客とね、垂水の客バカです。立ちが悪いです。常識知りませんからね。割り込み平気ですからね。こちらの割り込みを行うと大変なことになります。大変厳しいお叱りがね、参ります。当然だと思います。私も あちらのバスはね、薬窓ね。
まなくね、到着。私がちょっとね、タイムウィアのね、今日の激痛が、坂駅ありますね。バスが参りましたけどね。坂駅に乗車いたします。13分ございます。22京都。金山までです。あちらの乗り場でございます。赤駅でございます。今気づきました。13分になりますね。信号がね、点滅しております。しておりますね。あちらのバスを、あ、バスが到着いたしました。坂駅でございます。お行儀よく並んでらっしゃいます。こちらね、坂町行きでございます。坂駅でございます。バスターミナルまでねあります。はい、こちらのバスに乗車いたします。じゃあこのバスね、坂駅に乗車いたします。甲子園駅は不明でございます。以上でございます。はい、空いております。